で、この中にはラガットね。で、この中には一緒にしてますが、武田先生さっき言ったように絶対使わないって人いるんですよね。だからエアコン買わないね、テレビ見ない、別に変人じゃないですよ、人としているわけですよね。はい、あるいはあの僕が小学校の頃、中学校の時は万博だったんですよ。であの頃文化人で絶対万博に行かないって言ってたんですよね。なるはずですね。でこういう人はもう買わないという人ですね。だからこういう人はまあ相手にしないということがね、あのビジネスで言えると思います。だから自分たちのビジネスはどういう人を対象にしているかということを考えることによって、あの戦略も変わってくるということになります。そしてライフサイクルっていうのはこれに合わせたものでもあるわけですね。いいでしょうか。それでは行きましょう。では次ですね、次の時期は、成長一期ということです。で成長一期、じゃあちょっと読んでみましょうか。それじゃあ、32ページの2のところ、そこをじゃあ海老原さん読んでいただいていいですか。2のところですか。はい、苦難のっていうところ、はい、苦難の導入期を乗り越えると利用者が徐々に増え始めて採算が取れる、採算が保てるようになる。復旧率は7から10%、しかし成長一期の段階ではまだまだ不安定であるので集中的な販売活動が必要になる。一期の段階で売れ行きが良いときは商品の数を多くする準備に取り組む。価格別、高価格化、低価格、復旧品、サイズ別、大型、中型、小型、デザイン別、色別などで準備をする。後発業者の参入はこの段階が一番有利。はい、ありがとうございます。そういう時期ですね。でそこに書いてますように、後発の業者はこの段階が一番有利なんです。なんでかっていうと、競合はまだ強くなってないんですね。だからよくここで、ね、参入していくっていうのは、売れ始めたなっていうのをいい商品を見といて、じゃあこれやっちゃおうっていうことで、あの先発よりも強いものを作っていくと、より優位に働いていくことができるということです。これ成長1期です。では続けていきましょう。じゃあ羽鳥さん、成長2期読んでもらっていいですか。成長2期、10時から11時商品。成長1期を乗り越えると普通の人でも利用するようになるので、利用者の数が多くなって売上が急増する。その結果新規参入業者が多くなり、業界全体が賑やかになる。以前の外食産業、以前の弁当チェーンなど携帯電話も、先発業者はこの段階で商品の数を多くしたり用途の幅を広くする。こうすることによって売上が上がるばかりか、後発会社の成長にブレーキをかけることができる。先発会社の場合、利益性はここが最高になる。はい、ありがとうございます。でよくですね言われるのは、あの世の中の戦略では、その前に成長に来て何かというと、ああいうマジョリティに火がつくんですよね。いいですか。成長利益というのはアーリーマジョリティに火がついていくんです。だからあの市場の普及率が高くなっていくということです。そして世の中の戦略では、この成長利益に市場に参入したいという考え方もあります。でそれは間違いです。それは強者の戦略ですね。強者の戦略は何かというと、トンビに油揚げをさらわれるの反対ですね。油揚げをさらうというやつですね。だから昔それを徹底的にやったのがどこでした。なんとか電機さん、松下電機さんですね。昔松下電機さんのことを口の悪い人は何て言ったんですか。マネしたとか言ったんですね。もっと口の悪い人はこう言ったんですね。松下電機産業さんの研究開発所は品川にあるって言ったんです。品川にある会社どこか分かりますか。ソニーですね。だから昔徹底的にマネしてましたよね。でそれは何かというと、松下さんが市場進出を持ってたからできたことですね。今はできないですね、彼らはね、迫ってるから。それとこの時期になると、そこに書いてるように新規産休、参入業者が広くなっていくということで、弁当チェーンとかってありますが、それがありましたよ。どんなのかというと、三河さんの業界ですね、大きく言うと、あの宅配便ですよね。で宅配便、大和さんが黒字を出した時にどうしたかというと、もう世の中の企業はどんどん参入したんですね。でどう考えたかというと、大和さんの成功はネーミングだと考えたんですそして何考えたかというと、ね、いろんな宅急便、まあ、今もあるとかありますが、アリさんとかゾウさんとか、ね、そういう表面的などこしか見てないんですね。あれはシステムが良かったんですよね。
でも何がいるかっていうと、そういう形で成長していくとどうなるかというと、他がですね狙ってくるということです。ただし弱者はこの時期に入ると遅いんですよね。何かというと目標が大きくなり始めてるからなんですでしょうか。それでは次行きましょう。次は何かというと成熟期というところですね。では成熟期どういう時期なのか見ていただけたらと思います。ではこれ武田先生が説明しますので、では成熟期には2つの特徴がありますので、大きな2つの特徴を見ておいてもらえますか。成熟期の2つの大きな特徴をね見ておいていただけたらと思います。それでは一緒に見てみましょう。成熟期の特徴をね見ておいてください。4番目は成熟期になります。成熟期お天道様がですね、11時から12時ぐらいになりますとほぼ真上に来るわけですね。ですから温度としてはそんなに特別暑くないけど、太陽光線というのは、相当強いわけですね。それが成熟期の段階で、商品を作る会社が多くなっているけど、マーケット全体のですね伸び率が鈍化しますのでね、対前年伸び率で見るとこう率が落ちてくる。そうするとどこの会社も対前年伸び率何パーセント伸ばそうとこう無理にこう躍起になってきますからね。価格競争というのが次第にひどくなっていくんでありますね。やはりどこも伸ばそうとする。マーケットはその少ししか伸びてないのに、各社の伸び率はその伸び率の3倍以上ね計画を出していきますから、結局競争がひどくなる。でその打開策として各社ですね改良型を出していきますね。だからもう商品の数がめちゃめちゃに多くなっていく、これが目で見える状態になっておるのが、テープ、ラジカセのテープですね。これもこのどん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 各社出しましてね、商品の種類がいろいろあって、どれがどうなのかもう素人にはわからないっていうのはですね、もういろいろですね出てくる。それからもう最初は、45分もの、60分、それから120分ぐらいでしたけどね、その間にもこの半端な数字のついたテープがたくさん出てくるね。もうややこしくてしょうがないというように、各社改良型を出して商品の数が多くなる。だからそういうふうにこの商品の数がでやたらにこう増え始めたら、もう成熟期だということにもなるわけですけどね。はい、だからこの商品の数が大きくなった時は成熟期だというところですね。だから今の武田先生パーにするわけですね、みんながね。だから武田先生、皆さんカセットテープ使ったことあります？カセット使ったことあるっていう人ちょっと安心します。そこに古いカセット置いてますけどね。で昔カセットテープで13分テープってありましたよね。何に使うんだと思いますけど、で、なんか曲を何かの曲入れるのちょうどぴったりだっていうのがねありましたね。だから、何かっていうと、成熟期になってきた時に商品の数がやたらと増えるということです。だから AKB も今やたらと分かれてますよね。あまり受けませんでしたね。次いきましょう。そうなるわけです。ではもう一つの特徴がありますので、もう一つの特徴を見ていただけたらと思います。でこうなりますと、利益性が徐々に低下していきますから、市場占有率が低い会社とかですね、経営のやり方が下手な会社、さらに一番後からこのマーケットに参入した会社はですね、このどうしてもやっぱ赤字になる。そして体力がない会社から倒産する会社も出てくるんですね。倒産でこの頃になりますと、新規参入業者というのはもう激減してきましてね、もうほとんどなくなってくる。つまり業界全体の競争がひどくなって、儲けがあまり出ないという噂が伝わりますと、それは新しくですね始める会社が少なくなってくるということですね。そうするとね、最終的に潰れた会社のマーケットがですね、お客さんが強い会社にこう取られていきますからね、上位の寡占化が進む。つまり市場占有率の高い会社がどん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 市場占有率を高めていくというですね、
河川化の減少が進んでいくということであります。これはまあ随分古い話ですけどね、九州には穴あき連隊、まあ、昔ありましたね。お若い方にはまあ縁がないことでしょうけど、この穴あき連隊、連隊のこう穴あきがありまして、それをこの七輪みたいなのでなどでね、この火をつけてずっとこうお湯なんか沸かす。で、九州に45社の練炭会社がありましたけど、石油ストーブとかガスストーブというのが出てきて、ガスコンロなんかが出てきましたからね、練炭のマーケットがこのガスとか石油という代替商品に食われまして、じわじわとですね、こうマーケットが縮まっていった。そうすると弱い会社からこう潰れていくと、福岡にありました1位の会社がですね、潰れた会社が少し持っているマーケットを全部吸い取るわけですね。その結果どん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 市場占有率が高くなりまして、市場占有率がね、7割とか8割とか9割というふうにこう持っている。そういう状態が始まるきっかけが出てきたら、大概これは成熟期ということになるわけです。それからもう一つね、この成熟期の段階になりますと、まあ、中小企業でいろんな、ね、同業会団体がこう結成されましてね、なんとか工業会とかなんとか会というのができまして、その中ではですね、その会長になりたがり屋がおりましてね、そしてこの会長争いとかそういうふうなことが起こり始めたら、もう大体その業界というのは成熟期を過ぎて、もうちょっと後に行ってるという状態になるんですね。まあ、そういうことで、同業界が結成されて役員ができて、そして各地域に役員がおって、その争いなんかの話をちらちら聞くようになったら、もう成熟期を過ぎた段階だというように覚えとっていただくといいかと思います。はい、それでは成熟期の、成熟期の特徴は、今言ったように商品の数が増えるということと、もう一つは上位の河川化が進むということです。上位で占められていくということですね。そして潰れる会社が出てくるということです。皆さんの資料のちなみに4ページ見ていただけますか。そこに練炭よりはもう少し新しいものがありますので、練炭というふうに言うと今別の意味があるそうですね。なんかね、でそこにですね、携帯音楽プレイヤー日米2大、対決激化ってあるでしょ。